404です。今回はこちらです。四つ葉クローバー2回目です。種をまいてから18日が経過しました。ご覧ください。カバーを自作してみました。こちらのカバーの制作動画は Twitter の方にアップしておりますので、興味のある方はそちらをご覧ください。まあでも作っては見たものの細い毛糸で作ってしまったので隙間がすごいんですよね。遮光するためのカバーなのでこれだと意味がないですよね。後で作り直そうかなと思います。さてさて、重要なのはクローバーの方ですよね。近くで見てみましょう。わかりますかね。芽が出てきました。育て方の説明書の方に冬場は通常よりも発芽するまでに時間がかかりますと書いてあったので、もう少し時間がかかるのかなって思ってたんですけど、2週間ちょっとで芽が出てきてくれました。だいたい5つぐらい出てきてますね。非常に小さくて可愛らしいです。では無事に発芽してくれたので育て方の続きを確認しながらやっていきたいと思います。まずは3番の発芽を待とう。2、たくさんの芽が発芽した場合は芽が6から7本になるように間引きをしてくださいと書いてあります。まあ現状だと数的には間引きする必要はなさそうですね。こちらは今後の様子を見ながらやっていきたいと思います。次は4番、本葉が出たら肥料。こちらはまだ本葉が出ていませんので飛ばしたいと思います。5番育てよう。1、発芽したらお水は1週間に1回を目安に入れ替えよう。育ってくると水の減りが早くなるのでまめに水を足してあげてねと書いてあります。それでは発芽しましたのでお水を取り替えたいと思います。はい、できました。ちょっと水が多かったな。3、何よりも植物が生きていることを忘れないでください。これは四季なりいちごの時も書いてありましたよね。今日から作業が一つ増えましたので1週間に一度しっかりと水替えをやっていきたいと思います。はい、というわけで18日目にしてようやく発芽することができました。次はね、本葉が出たあたりに動画をアップしようと思います。まあまだまだ寒い季節が続くと思うのでもう少しね時間がかかると思うんですが、気長に待ってみたいと思います。動画がアップされた際はぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。